テイルズ・オブ・シリーズ、テイルズ・オブ・ベルセリア、テイルズ・オブ・ベルセリアは、バンダイナムコスタジオが開発し、日本で、バンダイナムコエンターテインメントから2016年8月18日に発売された、プレイステーション3、プレイステーション4用 RPG、テイルズ・オブ・シリーズの一つ。北米では2017年1月24日、欧米では、 同年1月27日にプレイステーション4版が発売され、2017年1月27日にはマイクロソフトウィ Windows 向けに発売されている。ジャンル名は、君が君らしく、生きるための RPG。海を越えて、領地を統治する、ミッドガンド制度王国が舞台で、マザーシップタイトル初の単独女性主人公である、ベルベットの感情とリをテーマとする物語が描かれる。 テールズ・オブ・ゼスティリアとは繋がりがあるが物語は独立している。名称はリベレーション・リニア・モーション・バトル・システム・フリーランによるキャラクター操作をベースに従来のスタイルから4つのボタンすべてに術技をセットするスタイルへと変更。そのため従来の通常攻撃に当たるものがない。また戦闘中のカメラを自由に動かせる。ウェイストランドと呼ばれる世界。 ミッドガンド制度王国の辺境の村に、ベルベット・クラウという少女が住んでいた。彼女は明るく飾り気のない性格で、義兄アルトリウスと弟、ライフィセットと平和に暮らしていた。しかし、赤い月が昇ったある夜、この村に異変が起きた。この事件がきっかけでベルベットは弟を失い、サワンはゴーマをクーマの手と化し、監獄島タイタニアに囚われる。それから三年、 監獄島で、ゴーマを喰らっていたベルベットは、アルトリウスを裏切った精霊シャリーズの協力を得て、剣士六郎、うさんくさい記術師マギルーと共に脱獄する。弟の復讐のため、赤い月の夜以降王国の実権を握っている、大魔師の組織、清涼と戦い、彼らの頂点に立つアルトリウスを殺すことを決める。本作では、非王義のセリフはいずれも、オリジナルとなっている。 二人の協力費用ハ小ン、ガ額も健在で、カットインが攻撃前と最後の二度出る珍しい費用儀。開発は、テールズ・オブ・ゼスティリアの日本語版開発終了直後の2014年秋から行われた。テールズ・オブ・ゼスティリアと繋がりのある作品だが、ストーリーは独立している。繋がりが持たせられたのは、 スタッフがテイルズ・オブ・ファンタジアとテイルズ・オブ・シンフォニアのようなつながりを新たなテイルズのために再現したかったため、主人公が女性となったのは前々作テイルズ・オブ・エクシリアでジュードとミラーの男女二人が主人公となり、その時の欧州におけるミラーへの反響が大きかったことが影響している。本作品は基本的にプレイステーション3のために開発されている。 本作品の開発開始時、プレイステーション3は世界で最も人気のあるハードだったが、欧米では多くのユーザーがプレイステーション o n 4でゲームをプレイしていた。このため、欧米では PS3 でのリリースはなく PS4 と PC でリリースされることとなった。2015年6月6日に行われたテールズオブフェスティバル2015で発表されたアニメーション制作は、 テールズオブゼスティリアに引き続き U4 テーブルが担当。主題歌はフローのバーン。週刊ファミ通のクロスレビューでは40点満点中35点が付けられ35点以上のソフトが選ばれるプラチナ電動となった。プレイヤーの票を集計した週刊ファミ通のユーザーツアイでは77票を得て平均点は8.87点となった。電撃。 プレイステーションの電撃レビューでは100点満点中、4人のレビュアーがそれぞれ95、95、85、95点をつけた。電撃、プレイステーションの電撃プレイステーションアワード2016では年間タイトル部門でテールズ・オブ・ベルセリアが5位、キャラクター部門でベルベットが2位となった。電撃オンラインアワード2016の CS 部門大なない。 カミツーアワード2016で優秀賞受賞。この他、一人者からアンソロジーコミックが2巻と4コマ漫画が1巻、刊行されている。2016年放送のテレビアニメ、テイルズ・オブ・ゼスティリア・ザ・クロスでは、オープニングアニメにベルベットが登場しており、第5話、第6話ではベルセリアの序盤が描かれる。ありがとうございます。